八戸高校で1日夜、卒業生の思い出作りの一環として、記念の花火が打ち上げられました。この日、青森県立八戸高等学校で卒業式が執り行われ、74回生239人が卒業しました。卒業証書授与。小村理子、はい、埼上芽生、はい、佐藤志乃、はい、卒業証書藤本彩香第23,750。卒業生当時では、生徒代表が高校生活を振り返り、涙をこぼす場面も。当時、寒さが続く中にも、日の長さが春の到来を感じさせる、今日、3月1日。私たち、74回生は、卒業の日を迎えることができ、大変、嬉しく思っております。最後の高校総体では、昨年先輩方が果たせなかった思いを背負い、また後輩たちと共に戦えることを喜びを感じながら、3年間の集大成として最後まで戦い抜きました。また今年度は校長先生をはじめとした先生方のご協力のおかげで、例年に近い形で八高祭を開催することができました。球技大会に始まり、炎天下の中練習した八高パラダイス、みんなで案を出し合って成功させた模擬店、最終日のファイアーストームでは今までの思いを爆発させ、完全燃焼することができました。この夢のような1週間は、私の一生の宝物です。今日に至るまで、私たちはたくさんの方々に支えられてきました。3年間、八高生として、あるべき姿へと導いてくださった先生方、愛のあるご指導、本当にありがとうございました。18年間いつもそばで支え続けてくれた家族には、素直になれず心配や迷惑を受けることもありましたが、今日こうして卒業を迎えられることに本当に感謝しています。式の後、 PTA がおよそ1年かけて準備してきたという卒業記念行事が行われました。まずは体育館で卒業記念映像が上映され、卒業生たちは思い出に残る行事や先生たちからのメッセージなどを楽しそうに見ていました。上映会を終えた後、卒業生たちが正面玄関前に集められ、八高応援団からエールが送られました。八戸高校、3年間ありがとうございました。ありがとうございました。
その後グラウンドでは新型コロナの影響で制約の多い高校生活を過ごした卒業生に一つでも多くの思い出を作ってもらおうと花火が打ち上げられました。卒業生たちは3年間の学校生活を振り返りつつ、一緒に過ごした仲間や先生、保護者らに感謝の言葉を伝えていました。